あ、おじさんから聞いてます。ハンターさんですね。収穫からお願いすることになります。え、収穫？農場って言ってもほぼ町の外と同じなので、ハンターじゃないと危険なんですよね。ではよろしくお願いします。やろう。プランプトン、はい、しっかりやれよ。シドニーが見てるぞ。よし。シドニーどこ？騙されんなよ。てやくらえ。いや、よっ、ほっ、て終わりだ。調子いいじゃねえか。当然。素早いな。よっ、行くぞ。うん。頼まれた分は確保できたな。ありがとうございました。ではこのまま店の方に配達をお願いします。ああ、ノクト、クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし太るぞ。そうね。レスタルムの店と交渉してんのはあんたか？ええ、そうですが。契約破棄かどうか聞いてくれって頼まれた。ああ、いや、品物はなんとかなるんですけどね。それを運ぶ道に昔使われてた野獣用の罠が残ってて危ないんですよ。ちょうど撤去作業中なんですが。そうだ、取り外しを手伝ってもらえませんか？よろしく。で、行くか。イグニス、先行こう。すぐ行く。よっ。お疲れさ。やってやるか。いや、ノクト、はっ。
厳しかったな。頼むな。この辺りだな。古い罠を探そう。この辺りだな。古い罠を探そう。
外せたね。あ、解除できたぞ。また頭痛か。困った女。よし、これでいいな。解除できたぞ。ノクト、右。わかった。おい、手滑った。虫ダメだったよな。俺？うん、全然ダメだね。だよな、俺も。外せたね。これで全部だね。もう安全かな。じゃあ休もうぜ。ああ、いらっしゃい。今日はここまでだな。やっと風呂に入れるな。
この町、俺は割と好きだったぜ。あれ、あいつ？ん？誰かいた？いや、なんでもない。何してんの？なんとなくぼーっとしてた。ふーん、そっか。今日もいろいろあったよな。だね。でも毎日楽しいよ。死にかけたりするけど楽しい。まさかこんな状況になるとか、一緒に旅できるとか思ってなかったよ。そうだよな。俺だっていつ知り合ったんだっけ？高校だから、5年。まあ知ったのはもっと前だけどな。あれ小学校か？え、なんで覚えてんの？あんなに見られてたら覚えるわ。うわ、はっはっはっは。あれはいろいろと理由がですね。なのに高校の入学式で初めましてとか言ってたな。あれすっげえ意を決して話しかけたんだって。なんか懐かしい。普通に声かけてこいよ。え、そうやって簡単に言うけどさ、ノクトにはきっとわかんないよ。あの時俺、ごめん、やっぱ何でもない。なんだよ、気になるだろう。だよね。俺昔自分から全然話せなくてさ、その友達って呼べるような友達もいなくて、いつも一人だったし、自分には何の価値もないかもって思っちゃったりしてさ。そんなこと思ってたのか。みんな今の俺を見て調子いいとか社交的とか思うかもしれないけど、コンプレックスの塊みたいなやつで、本当は全然違うんだよね。ずっととみんなに追いつかなきゃって思ってて、俺だけ一般人だし、みんなみたいに強くもないし、人ともうまく話せなかったから、グラディオなんて本当に別次元の人って感じに見えたし、イグニスみたいに頭良かったり料理うまくないし、でもみんなと話してると楽しくてそんなこと忘れちゃってさ。けどふと我に返ると、みんなとは違うんだって怖くなって、だからこれでも毎日必死についていこうって思ってて。そっか。でもお前はそのままでいいと思う。え、今のままでいいってこと？そうですが、何か？あ、いや、なんか変なこと言ってごめん。大体俺がつるんでるやつに役に立たないやつなんているわけねえ。え、なんでキレてんの？
ありがとう。なんかすっきりした。なんだそれ。よし、このまま俺ができること全力で頑張ってみるよ。ああ、頼むわ。